一つの布団に二人、横になってしばらく無言で過ごす。伝わる肌のぬくもり、絹ずれの音、その息遣い、すべてが愛おしくて、この時間が永遠に続けばいいと思う。二人が言葉を発しなかったのはきっと同じ理由から、もう少しこの余韻に浸っていたかったからに違いない。しばらく、とても穏やかな時間がしばらく流れた。つむぎさんが体を起こす。視線を向ける俺を自暴の眼差しで見下ろす。帰るの？ううん、安心して。今日はずっとカズマさんのそばにいるから。子供に対するような口の利き方だけど、今は不思議と腹が立たない。黙ってうなずいて起き上がった理由を視線で問うた。お母さんたちが心配するといけないから、うちに電話しておこうと思って、今日はよろずよに泊まることにしたって。かさねちゃんには変に勘ぐられるかもしれないけどね。別に隠すことでもないんだろ。そうね。笑ってうなずくと、つむぎさんは部屋を出ていった。フロントの電話からかけるつもりなのだろう。一人になった部屋であぐらをかいて、俺はなんとなく窓の外を見上げた。部屋を暗くしているので星がとても鮮やかに映えている。今日はクリスマスイブ、そしてそれが終われば間もなく年明けがやってくる。俺とAMがこの街にやってきてもう7ヶ月。年明けはもう一つの節目になるだろう。新年になってもまだ寒い冬が続く。だけどそれが過ぎれば春がやってくる。やまびこ町へはAMの療養のためにやってきた。AMが冬を越すほど強くなったと呼ぶなれば、都会に戻るという話が出てきてもおかしくない。そうじゃなくても、いつまでも姉さんの好意にすがっているわけにもいかないのだ。遠くない未来、俺は選択を迫られることになる。でも俺の望みは。お待たせ、カズマさん。つむぎさん。あら、どうかした？電気つけましょうか？いや、そのままで。俺は首を振ってつむぎさんを窓際に誘った。ほら、星が綺麗ですよ。ほんと素敵ね。俺が山彦町に来てよかったと思ったことの一つがこの星空なんです。それまで星がこんなに明るくて綺麗だなんて知らなかったから。そうね、都会では街の明かりが明るいからこんなに明るくは見えないのかもしれないわね。普段何気なく見上げてる星空だけど、そう考えたらなんだか特別なものに思えてくるわ。星の綺麗な町、山彦町か。カズマさん、どうしたの？今考えたこの町のキャッチフレーズですよ。いい線いってると思いませんか？そうね、今度おかみに頼んでチラシ作ってもらいましょうか。それで少しでも観光客が増えればいいんですけどね。やる気ね、カズマさん。当然ですよ、俺だってこの旅館の一員なんですから。ええ、もうカズマさんは立派な従業員だものね。いや、褒めてもらうのは嬉しいけど、まだまだですよ。だからもっと頑張らなきゃって今はそう思ってます。つむぎさんと一緒に。カズマさん。つむぎさんの肩を抱き寄せ、星空を見上げる。俺なりの決意表明。俺はこれからもつむぎさんと一緒に生きていく。やまびこ町での生活、よろずよ歩む。抱えることができるものは多くなくても、どれも大切なものだから精一杯守っていきたい。夜空に瞬く星々に向かって俺はそう念じていた。はい、エンディングになってしまいました。はあ、まあどうでしたでしょうか、今回のつむぎさんルート。まあまだそうですね、最初はやっぱまあ完全に弟に見られてたもんで、いやそこからのこう進歩を考えるとものすごいね、
進展したよね。いやー、なんか弟っていう風に見てた、見られてたっていうのがさ、結構こうなんか最後の方だんだんこう一人の男としてかなり頼ってもらえるようになっていくっていうのはやっぱ嬉しいことだよね。でもやっぱつむぎさんのその今回の話ね、この最終話でこのあんまりこうお姉さんぶってっていうか、こうねお姉さんらしくしようっていう気持ちが強すぎて、あんまりこうね自分の気持ちは言わないっていうのはなんか確かにそうだよなっていうのがあって、まあ、今までもちろんその告白のシーンとかラブレターとかは自分の気持ちを素直に伝えてもらえたと思うんやけど、こう自分と自分がこうどうしたいかを相手に伝えるって難しいからさ、こうまあ言い方はどうなんか分からんけど、それがわがままって正直ね、好きな人からそんな風に思われ、こうしてほしいとかって思われることがわがままっていう感じはしないんだよな。やっぱこう伝えてもらいたいし、まあ逆に言えば伝えたいけど、まあ難しいっていうのもわかるけどね、自分の気持ちを相手に伝えるのが難しいって思うからこそ、相手に伝えてほしいってただ言うのもなんか無責任だけどさ、だからこそまあ自分のこともちゃんと言わないとね。でもまあ言い過ぎっていうか一方的に言い続けるのは違うから、そこはやっぱねお互いのこうキャッチボールをちゃんとできるようにしていくのが大事なんだろうね。いやー、なんていうかな、お姉さんポジションのつむぎさんからこうこんな風にいろいろ兄弟とか姉妹のね関係とかも考えさせられて、すごいいい話だったと私は思います。じゃあ最後エピローグいってみようか。そして季節が流れ、さあお兄ちゃん起きて、朝だよ。まだあと5分。もうそれじゃ僕まで遅刻しちゃうよ。ああ、せっかく早起きのお兄ちゃんになったと思ったのに、これじゃ元通りだよ。悪いな、ハイム。春先の眠気に逆らうことは一たりともできないし、ないんだよ。それ寝言？起きてるなら目開けてよ、お兄ちゃん。歩夢くん、ここは私に任せてね。あ、つむぎさん。つむぎさんの声に思わず片目を開ける。すぐそばにこちらを覗き込む顔、慌てて目をつむるとクスッと笑みが聞こえてきた。しょうがないのね、カズマさんたら。私に起こされるの待ってたんでしょう。そんなことはないと口が開きそうになるのをギリギリこらえる。つむぎさんの覆いかぶさる気配、額に頬に髪の毛が当たる感触が伝わった。ねえ起きて、じゃないと私歩夢くんの目の前でこんなこと。おはようございます。調子外れの声とともに起き上がる。そこには微笑するつむぎさんと呆れた様子の歩夢の顔があった。おはよう、カズマさん。早く顔を洗ってきなよ、お兄ちゃん。そうする。俺は寝癖が頭をかきながら立ち上がった。まったくしょうがないわね。もたもたしてるとまた遅刻しちゃうわよ。たまにはいいじゃないですか、二度寝する子は育つんですよ。そんなでかい子養いたくないわよ。くだらないこと言ってないでさっさと行きなさい。姉さんは二べもない。仕方なく俺はさっきからずっと待っている歩夢のもとに行くことにする。待たせたな歩夢。本当だよ、もう
つむぎさんが来るまでずっと寝てるんだから。そんなことないぞ。あ、カズマさん、待って。え、つむぎさん？ネクタイ曲がってるわよ。ちょっと見せて。あ、つむぎさんがネクタイを直してくれる。俺は体の動きを止めて、そのされるがままに任せた。すいません、わざわざ。いいのよ。学校から帰ってきたら仕事手伝いますから。それもいいの、気にしないで。カズマさんにはカズマさんのペースでやってほしいから。それでも俺はつむぎさんのこと手伝いしたいんですよ。そう、じゃあ帰ってくるの楽しみに待ってるわね。さ、これでいいわ。ありがとうございます。照れ隠しの笑みを浮かべ、つむぎさんに礼を告げる。その横では姉さんと歩がニヤニヤとおかしそうにしていた。あなたたち、もうすっかり夫婦みたいね。カズマくん、なんだか初体臭くなってるわよ。二人とも、新婚さんみたい。な、お、おかみ、私まだ、そんなつもりじゃ。まだってことは、いずれそうする気があるってことね。あ、うん。頬を染め、気まずそうにチラチラとこちらを見るつむぎさん。その姿はやばいくらいに可愛いのだが、だけどここは公然とした態度を取らないとまた姉さんにからかわれてしまう。何言ってんですか、発想が飛躍しすぎですよ。そんなことないと思うけどな。そうね、今のはまるっきり出かける旦那のネクタイを直してあげるの図だもの。定番よね。な、出かけるって学校行くだけでしょ。そうね、学生じゃちょっと解消に欠けるわよね。紬も卒業して本格的によろずよの仲居になったことだし、カズマくんも頑張らないとね。なあ。さて、これからカズマくんがどう男らしいところを見せてくれるのか、成長に期待ってところかしらね。さて、急がないと本当に遅刻しまうな。早く学校に行かないと。スルーしたわね。おかみがいけないんですよ。カズマさんのことからかいすぎです。カズマさん、言われるまでもなくいつも一生懸命やってるんですから。たまにちょっと抜けてるなって思うところもあるけれど、それも愛嬌で。あら、今度は紬がのろけ。おろろ、おかみ。それでは行ってきます。俺はたまらず駆け出していた。お兄ちゃん、カズマさん、待って。と、歩を置いていくとこだった。で、つむぎさん？行ってらっしゃいの、キス。あ、頬に柔らかな唇の感触。姉さんに言われて本気になったわけでもないだろうに、なんだか本当に新妻みたいだった。じゃあお返しに。俺からのキス。期待にしたのは。唇だと名残惜しくなって本当に遅刻しそうだったから。カズマさん、二人ともその辺にしてくれないかな。僕恥ずかしくて見てられないよ。あ、アイム見てたのか。最初からいたじゃない。僕のこと目に入らないくらい二人の世界に没頭しちゃってさ。あ、いや、これはだな。ごめんなさい、アイムくん、あなたのこと忘れてたわけじゃないのよ。ただちょっと挨拶をと思って。そういうことアイムもいつかこういうことするようになるって。もういいよ、別に僕怒ってるわけじゃないから。じゃあ気をつけて行ってきてね、カズマさん。もちろんアイムくんも。あ、ありがとう。行ってくるよ。はい、行ってきます。見送るつむぎさんに手を振って歩き出す。何度も何度も振り返ってはうなずき合う。つむぎさんの姿が見えなくなると、俺は自然と空を見上げていた。4月の空は青く晴れ渡っているのだった。ファン、星空へかかる橋。はい、これにてつむぎさんルート全は終了です。お疲れ様でした。
あいやもう完全に新婚さんですよ。いやまあね、まあよろずよの地域だとまあ4月でもまだちょっと雪はちらほら残ってそうだからあんな感じなんだろうな。せっかくなら桜咲く春を見たかった気もするけど、いやそうですね。いやどうでしたか皆さん。まあちょっとそうですね、今回も結局多分 40% 近くになったのかな、全体通してそのつみさんルートだけで。いやーまあそうですね、いろいろもう言いたいことはいっぱいあるけども何から言おうかって感じなんですよ今。やっぱなー、こういいね年上のお姉さん。安心感が半端ない。しかもちょっと最後のろけてくれたのがより一層可愛い。せっかくなのでおまけモード見てみます。まあ、CG ギャラリー、まあまた多分雲すぐ出るから安心して。うん、うん、そうですね、ちょっと右に2分の2の方に行くと完全にそういうページになっちゃうので1個だけの雲で今回は。はい、そうですね、いろいろあったね。まあ最初この辺とかはお弁当だ、なんかあれかテラスでお弁当食べてるところに遭遇した頃だもんね。まあお弁当も手作りの弁当も食べさせていただきましたが、いやこっからだよね。こうやって見るとこれの月これだったっけ、こっちだったっけ、ああ戻っちゃった。そっか、料理シーンとか、夏そうだったね、水着そうだね、サンオイル乗ったりしたね。懐かしいな本当。あーで遭遇したり、告白シーンね、告白シーンな、この光のなんて言うんだろう、刺し方が好き。でやっぱこの数はすっげえ幼いよな。これとこれ、あでもどうなんだ、なんかね、ま、髪がちょっと短いからよく見えるからかわからんけど、ものすごく幼く見えるんだよなこれ、ま、この最後のラストのカズマも若干なんかこんな顔だから、なんかちょっとあれだよね、ちょっと童顔っぽく見えちゃうよねこの感じだと。あーそうだな、うーん、いやーよかった、とりあえず今回も。いやーまた思い出が増えていきますねこうやって。さて次は誰に行きましょうかね。まあいぶきつむぎさんと来て、次残りあと4人か、どうしよっかな。まあ、次はそうですね、誰にしようかな、まあちょっとゆっくり悩みます。またこれの多分この動画が上がった次の日には次のルートに向かって進んでいくと思いますが、またあれですね、共通ルートの、まあ、分岐点は辿っていくつもりですので、まあ全体通しての共通ルートに関してはいぶきのルートの時の一番最初から追っていただけると、ルート分岐までね、まあ大体の内容は振り返れるかなと思います。まあ分岐点だけをまたかいつまんで、まあ多分前回1週間くらいかかったから今回も1週間くらいかかるかもしれませんが、まあ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 、同じところは極力飛ばしていきますので、まあここからまた第3ルート行きたいと思いますので、これからも応援お願いいたします。まあ、ぜひぜひ、高評価コメント等もいただけると励みになります。よろしくお願いします。てなわけで、今回の星空へかかる橋つむぎさんルート、これにて全て終了です。ご視聴ありがとうございました。ま
また次回もよろしくお願いします。バイバイ。